ここからはまた新しいエリアだな。古い遺跡か？荒涼としててなんだかちょっと不気味だね。これも何かのゲームが元になってるのかな。ああ、これは多分あれだ。オーディナルスケール。ほら、俺と風林火山の連中がエイジってやつにやられた。ああ、その時のマップなのか。そうそう、他のとこと同じく完全に一致ってわけじゃねえんだろうが、そっくりだぜ。この景色には嫌な思い出しかねえからな。ここはさっさと通過して。いや、ダメだよクラインさん、テストルームを見つけないといけないんだから。うん、通過されちゃうとちょっと困るかな。そうだった。本当にすみません、ごめん。どう？いや、いいっていいって、そういう約束だったもんな。よっしゃ、あたりを調べる前にまずはモンスター退治と行こうか。頑張りましょう皆さん。いい選択ね。一緒に頑張ってよろしくお願いします。どこに行っても魔獣がたくさん出てくるんだね、この世界は。まあゲームってそういうものだからね。でも討伐すればいいことあるかもだし、頑張ろう。試してみないと。やる気出てきた。私に任せなさい。見つけたわ。やっ、あげる。沈みにしてあげる。避けられるかしら。ラッセイ。沈みにしてあげる。
よ。敵なものを見せてあげる。消えなさい。始末したわ。敵よ。しましょうか。飛ぶよ。降りるよ。装備。使いなさい。あげるを食らわせて終えなさい。避けられる。よくも食らわせた。Thank you.
沈みにしてあげる。ほっ、逃げてみなさい。見つけたわ。やっ、やって、あげる。燃えなさい。何をしてるのかしら。逃げてください。私に任せなさい。これでいける。悪くない感覚ね。敵よ。いけ。仕留めるぜ。あれ。降りるわ。ここの敵を全滅させるわよ。あげる。石積みにしてあげる。避けられるか。全滅させたわね。もう少し手応えが欲しかったわ。ここはもうよし。次を片付けるわ。
私に任せなさい。私に任せなさい。悪くない感覚ね。これでいける。飛ぶわ。行くわよ。降りるわ。敵よ。使ってみるとしましょうか。何か仕掛けを解くの？いいでしょう。何か仕掛けを解くのね。いいでしょう。降りるわ。任務完了ね。次へ行くわ。敵よ。とどめよ。あげる。燃えなさい。逃げてください。毒を食らわせた。消えなさい。とどめよ。
私に任せなさい。見つけたわ。いける。ぬく飛ぶよ。ごめんなさい。飛ぶわ。とどめ。逃げてブは加速するわ。降りるわ。敵よ、持ち帰ってみるわ。何事も試してみない。とどめよ。
これでどう？燃えなさい！一つも食らわせた。飛ぶわ。私に任せなさい。決してあげるわ。
見つけたわ。光栄に思いなさい。行け、ソードゴーレム。相手をしてあげなさい。避けを回してるのか。燃えなさい。持ち帰ってみるわ。何事も試してみないとね。十分なデータも取れたようだし、満足できる結果だわ。モンスターの討伐完了しました。お疲れ様でした。お疲れ。やっぱりユイがいてくれると調子が出るな。お役に立てて嬉しいです。今回はサポートだけじゃなく、パパや皆さんと一緒に戦えますしね。ああ、頼りにしてるぞ。頑張ります。この遺跡群、一つ一つ隅から隅まで見ていくの？細かくなくていいけど、全体を大雑把には調べたいかな。不具合があればレポートにまとめるから、あなたたちも何か違和感あったり、気づいたことがあったら教えてね。テストルームへの入り口か、システムコンソールでも見つかれば一番なんですけどね。お手数ですけど、お付き合いよろしくお願いします。すみません。じゃあ探索開始だ。風花とネージはもちろんだけど、他のみんなも単独行動は禁止な。必ず数人ずつ固まって行動すること。何があるかわからないから気を抜くなよ。はい、了解。なら風花さんとネージュさんの護衛は私が引き受けるよ。どうしたユージオ、ぼんやりして。ああ、ごめん。見たこともないような風景が次々に出てくるもんだから、ちょっと圧倒されちゃって。こういうのキリトにとっては、キリトの世界では当たり前のことなのかな。いや、そういうわけでも。で、俺がユージオとは違う世界の出身だってこと気づいてたのか？なんとなくはね。まあ、言ってくれなかったのは水臭いと思うけど、その話は今はいいか。他のみんなも、周囲の世界がどんどん移り変わることにあんまり驚いてないみたいで、僕はそのことに少し驚いてる。驚いてないってことはないさ。俺たちだって十分戸惑ってる。ただこういう世界を作り出す技術が存在すること自体は広く知られてるんだ。
だから順応は早いのかもしれないな。なるほどね。やっぱりここでは僕がベクタの迷子なんだな。なんだか妙な気分だよ。朽ちているとはいえ、見上げるような建造物、巨大な橋に石段、これらも全部作り出された世界か。ふん、セントラルカセドラルに比べたらどれも大したことないでしょうに。とはいえ、世界そのものを作り出すという発想はアンダーワールドの常識をはるかに超えているわね。そしてそれを皆が知り利用しているというのは、高度な技術が一般化しているということ。技術や知識は支配者が独占した方が利益になると思うんだけど、こちらでは価値観が違うのかしら。共有した方が全体の幸福につながるって考え方はあるな。あと情報技術が発達してるから、新しい発見や知識を人に見つからないように独占するのは難しい。もちろんあんたが言うような考え方をしている人間はいるし、一般人には隠されている情報だってあるんだろうけど。ちょっとみんなこっち来て。リズ、なんだろう。随分と切羽詰まった様子だったね。行ってみよう。どうしたリズ。て、こりゃひでえな。なんですかこれ。デッドって出てるんだからプレイヤーの死体よね。1、2、3、10人以上。私とリズさんで適当にそのあたりを調べてたんだけど、何の気なしに足を踏み入れたらいきなりこれで。心臓が止まるかと思ったわよ。みんな死んでいるのか。一体誰がこんな。いや、落ち着けユージオン。死んだと決まったわけじゃない。こちらでは世界によって死の定義が変わるんだ。そうですよね。 VR ワールドなんだから本当に死んだわけじゃないはず。それにこの異常事態が終われば何事もなかったかのように復活できるかもしれないし。まあだからといって放っておける問題でもないけどな。ちょっと調べられるかユイ。はいパパ。受けたダメージの種類がそのままアバターの傷に反映されるようですね。見た感じ切り傷とか刺し傷でしょうか。血が流れてるわけじゃないけど、これだけたくさん人が倒れている光景っていい気持ちしないね。武器の種類とかやられた時間とかはどうだ。いえ、ごめんなさいパパ。今の私は機能を大きく制限されていますから、これ以上のことは。あ、そうだったな。いや、いいんだ、仕方ない。しかし大勢やられたもんだな。こりゃよっぽどでかくて手強いボスモンスターの類に違いねえぞ。そうか。傷のつき方見るとそこまで巨大でもなさそうだけど。凶悪な何かにやられたんだとしても人間サイズじゃない。じゃあ雑魚の大群に襲われたんだよ。抵抗しようにもこう囲まれてだな。もう少しよく観察しなさいな。それぞれ効率よく致命傷を与えられているでしょ。そうだな。囲まれてかつて押し切られたのなら、もう少し体のあちこちに傷を受けているだろう。ってことはでかくもなく多くもないモンスターにこの人数が一方的にやられたってのか。ものすごい精鋭揃いだったとか。でもさっき片付けた魔獣の中にはそこまで圧倒的な強さを持ったやつはいなかったよ。もちろん
まだどこかに隠れ潜んでいる可能性は否定できないけど、あと考えられるとすれば PK かな。仲間のふりして近づいて油断しているところをとか。ああ、リーファたちはそんな話を聞いてたんだっけ。うん、風花さんたちが巻き込まれて犯人の濡れ衣着せられたの。というか私も濡れ衣着せた側だったんだけど、ごめんね、あの時は。いえ、済んだ話ですのでお気になさらず。しかしこの世界でもラフコフみたいなのが暴れてるんだとしたら怖い話だな。げ、勘弁してくれ。そんなにうろたえるようなことかしら。相手がモンスターだろうと殺意を持った人間だろうと、襲われたら返り討ちにすればいいだけじゃない。誰もがあなたのように割り切れるわけじゃないんだよ。そうなんだよな。たとえ VR ワールドであっても、こんな状況下で突然こんなものを目にしたら普通は動揺する。俺だって例外じゃない。アドミニストレーターが平然としているのはまあわかる。でもあいつはどうして。あれ、そういや風花ってどこ行ったの。え、あ、ほんとだ、さっきまでいたよね。ネージュちゃん知らない。私も今気づきました。どうしたんだろう。こんな時に一人でうろうろすんのって危険じゃねえか。探しに行った方がいいかな。なあ、風花は自分でここから立ち去ったのかな。そりゃそうでしょう。みんな死体とか辺りの様子とか調べてたから気づかなかったんじゃない。敵にさらわれたとかならさすがにわかるだろうしな。それがどうかしたのか。そう、風花はこの光景に驚いてないように見えたんだ。ちょっと違和感を覚えるくらいに落ち着いてた。考えすぎか。そういえば俺たちと行動してからもたびたび姿をくらましてた。偵察と言っていたけど本当にそうだったのかな。いや、何を考えてるんだ。俺は何の確証もないのに。パパ。何でもない。確かに一人にしておくのはまずいな。手分けして探そう。みんなご苦労じゃったな。協力者が増えたのは実に喜ばしいこと。なんじゃ。人格とシステムプログラムの融合、そういうことも起こりうるのか。確かに私は長期間の自立稼働が可能なように設計した。とはいえキャラクターがこのような方向に変化成長するというのは実に創造主気取りですか先輩。そんなつもりはないよ。それなりの考えを覚えはするがね。ああ失礼、カーディナル君だったね。私はヒースクリフ。大まかな事情はアリス君から説明を受けている。この事態の解明および収集については協力できるだろう。よろしく頼むぞ。まず
現在わしらの置かれている状況について整理することにしよう。ちょうど新しい情報も入ったことだしな。ガラクシアシステムの運用試験をしていたテストルームか。なるほど。そこからシステムにアクセスすれば、この異常事態についてより詳しい情報を得ることが可能かもしれない。それにしてもスタッフが殺されていた？誰が何の目的でそんなことを目的があるとは限らないぞ。やりたいからやる、そういう人種もいるかもな。でもこの状況でテストルームを見つけ出してたどり着いて情報を手に入れたってすごいことよね。その協力者ってどういう人なんですか？本人は探偵とか言っておったな。探偵？実在する職業だったのか。またまた、ガラクシアの開発会社とは取引があったそうじゃよ。そやつは VR ワールド内での流行の調査、分析、助言などを生業としておってな。開発元からの依頼を受け、公開前から協力していたらしい。つまりはコンサルタントみたいなものか。オーディナルスケールの時もそういうスタッフがいたな。私の外見デザインや演出にアドバイスもらったよね。私とカーディナル様がここに飛ばされてきて最初に会ったのがその探偵だったの。 VR 世界についての知識が豊富で情報収集にも長けていたから力を借りることにしたのよ。ま、いずれもっと詳しく紹介する機会もあろう。それより今はお主らに働いてもらわねばならん。その探偵の見つけた手がかりを実地調査すればいいのね。うむ、ガラクシアのシステムは一度調べておくべきじゃしの。何かがわかるかもしれん。というわけで次の目的地はテストルーム。わしも一緒じゃから道中の護衛は頼むぞ。え、カーディナル様も同行されると危険ではないのですか？今のわしは戦闘能力を失っておる。ま、安全ではあるまいよ。とはいえこの状況で安全な場所などどこにもなかろう。外からシステムにアクセスするのが難しい以上、調べるためには現場に行く必要があるのでな。しかし大丈夫だよ。こっちの人数も増えたし、みんなで守ろう。わかりました。一緒に参りましょう。うむ、よろしく頼む。指定された場所はこの辺りだよな。特に何事もなく着いちゃいましたね。うーむ、右田と左子が活躍できず残念なような、ほっとしたような。危険も苦労も少ない方がいいわよ。その協力者の探偵さんは近くにいるの？いや、あくまでお互い可能な範囲での協力という取り決めだな。あやつにはあやつの目的があるらしい。合流は難しかろう。ま、テストルームへの道を開いてもらったことだけでも感謝せねばな。さて、この辺りに。このシステムコンソールから ID とパスコードの入力出た。向こうにドアが出た。この中がテストルームかな。扉の向こうから
特に物音は聞こえないな。人の気配なし。でも油断もなしでね。探索のセオリー通りにやりましょうか。ある程度の装甲と近接戦闘能力のある人は前に出て、そうじゃない人は少し後ろで待機。カーディナルさんの護衛と後方の警戒をお願い。準備は良いか。扉を開けるコマンドを送るぞ。何も出てこないよな。前衛そのまま中に入りましょう。安全が確認できたら後ろも続いて。デッドか。こりゃまた派手にやられてるな。あらかじめ情報を聞いてなかったらびっくりしたでしょうね。もちろん分かってても気持ちのいいものじゃないけど。そういえばアスナはこの事態に巻き込まれてからこういう光景は見てないの？こういうって誰かが殺されているような？うん、実は僕たちカーディナルさんと合流する前に何者かにやられたプレイヤーを見てるんだけど、どうかな、アリス、シノ、似た感じだと思わない？そうですね、同じような印象です。人間サイズの相手に人間の武器でやられたように見えるわね。以前に見たのと一緒。ここでテストプレイヤーとして協力してたやつが一人行方をくらませてるって話だったよな。ってことはやっぱ PK？ そいつが犯人？あまり先入観を持たない方がいいわ。例えばモンスターの侵入を許してしまったという可能性だってあるんだし。それらを含めてこれから調べていく。ログの類が残っているということじゃから何かしらわかることもあろう。さてお主らの中に VR の技術者やプログラマーはおらんかの？わしの知識は少々偏っているのでな。システムログやデータ類の解析を手伝ってもらえると。なんじゃ？視線が一人に集中しておるな。お主ヒースクリフじゃったか。心得があるのか？多少は。私でよければ手を貸そう。スゴ、いや、オベイロン、君はどうかね？やりますよ。モンスター相手に戦わされるよりはいくらかマシな仕事だ。僕たちもいいですか？ユナはサポートできると思いますし、僕も雑用くらいなら。はい、手伝うよ。ありがたい申し出ではあるが、構わないのかね？正直あなたに対しては複雑なものがありますよ。ただ足を止めるよりは前に進むことを選ぶと決めたので。じゃあ私たちは交代で見張り番をしつつ休憩ということにしましょうか。了解。どう？今のところ異常なし。モンスターの姿もないよ。交代しようか。中の調査まだかかりそうだし。平気平気、僕は難しいことわかんないし。
見張りくらいしかすることないからね。まあ、あの人たちに比べたらみんなそうでしょうけど。アスナはもう大丈夫なの？記憶混乱してたんでしょ？うん、もう大丈夫と言えればよかったんだけど、正直なところまだ少し怖いわね。怖い？記憶や認識がおかしくなるというのは、今自分の見ているもの、感じていることすら信じられなくなるわけだから。例えば今こうして話している勇気は幻じゃないのか、本当にそこにいるのかとか。勇気、あなたは。僕はアスナとこうして話せてるってだけで嬉しいけどね。幻かどうかなんて関係ない。僕が今そう感じているんだから、この時間やこの感情は真実なんだ。それじゃあダメかな？うん、そうよね。あら、どうかした？今あっちに人影が。女の人かしら？アスナ、後ろ！モンスター？どんどん集まってくるよ。なんて数！手の空いている人は全員こっちに集まって、テストルームを死守します。助力をお願いします。勇気、無茶しちゃダメよ。勇気さんの活躍楽しみにしていますね。敵だね。遅い。みんな、敵をテストルームに近づけないで。どこから飛んできたのか知らないけど、通さない。とどめだよ。はい、やった。
バッチリだね。いくよ、貫け、ナイスサポート、いいのよ、ミキト、手置きよ、飛びます、飛びます、降ります、や装備アイテムだね、撃ち落としてやるぜ、協力すれば怖いものなしだね。おお、アリス、大事なかったか。ええ、皆無事です。どうにか敵も撃退できました。ただモンスターの他に怪しい人影があったとかで、今アスナとユウキが後を追っています。うん、それは気になるが、二人だけで行かせるのは危険ではないのか。とはいえ、こちらの守りもおろそかにはできませんので、彼女たちなら滅多なことでは遅れを取らないかと。信じて任せるしかないか。それにしてもすごい数じゃったな。確かに、あの規模の群れはここに来てから初めて見ました。私たちを発見し一斉攻撃を仕掛けてきたということでしょうか。ただだとすると、うむ、意図や知性、統率者の存在を感じるな。このテストルームを調べられると困るということかな。まさか例の探偵からの情報にあったという行方不明者でしょうか。確か風花とかいう。なんとも言えんな、まだ情報が足りぬ。そういえばこの部屋の調査はいかがです。何か分かりましたか。うむ、解析に先立ち、まずは可能な限りのデータを取得しようとしていたのじゃがな。残念ながら相手に一本取られたようだ。つい先ほどここのシステムの大部分がロックされた。どういうことです。ログの閲覧やガラクシアのシステム修復も含め、あらゆる操作ができなくなったということさ。これでテストルームを調べる道は閉ざされた。
システムロックのコマンドは我々が扉を開けるのに利用したあのシステムコンソールから実行されているようだ。モンスターの大群で注意を引きつけている間にあそこから操作しデータを封印したということだな。つまり何も得られなかったと。ゼロというわけではない。ロックがかかる前に取得できたデータも多少あったからな。そちらはこれから確認する。とはいえ徹底的に調べるという当初の目論みからすれば期待外れの成果じゃな。くそ、腹立たしい。本当にあんたにもどうにもできないのか、かやば先輩。私はこの世界における管理者権限を持っていない。対処を試みることは可能だが、あまり期待はできないだろうな。ロックをかけた諜報人らしき人物を追っているというアスナ君たちに記載したいところだが、さて。待ちなさい。やっ、二人を相手にしてしのぐって君の方も相当な腕だと思うよ。あなたお名前は？さっきテストルーム近くのコンソール操作してたわよね。目的は何？少しだけでもお話できないかな。その方がお互いのためだと思うんだけど。状況が状況だから。このままだともう少し手荒な真似をすることになるわよ。あなたはあのテストルームの関係者、中が今どんなことになってるか知ってるの？そっか、あれを見たんだ。アバターが倒れてるだけだけど、なかなかリアルで刺激的な光景だったでしょ。感謝してくれていいよ。まさかあの人たちを手にかけたのは。わたしだよ。モンスター？あ、待ちなさい！どういうこと？あの子が犯人なの？自分ではそう言ってたけど、ああ、でも今はそれよりこいつをどうするか考えないと。精一杯頑張るね。アスナ、一緒に戦えて嬉しいよ。今助ける。大丈夫？今回復するね。
くするね。ありがとう。待たせたな、二人とも。さあ、ここから反撃だよ。回復が必要です。システムコール。覚悟して。やれやれ、どうにか間に合ったな。キルト君。よう、アスナ。
大丈夫だったか？ありがとう。どうした？ごめんなさい、キリト君の顔を見たらほっとしちゃって。いろいろあったの。とにかくキリト君に会えてよかった。ああ、俺だって同じ。仲がいいんだね。それ自体は素晴らしいことだと思うよ。うん。ただそうね、ちょっと時と場合とか周囲の目とか考えた方がいいかななんて。みんな助けに来てくれたんだね。はい、ママ大丈夫でしたか？深刻なダメージなどは。ええ、平気。ありがとう、ゆいちゃん。敵はあれで全部？打ち漏らしが潜んでたりしないかな？うん、もういないと思う。援護してくれて本当に助かったよ。でも、どうしてここに？詳しい経緯は後で話すよ。そっちは二人だけなのか？いえ、もっと大勢で行動してる。私と勇気はちょっと不審者を追っていて。とにかくみんなのところに案内するわ。ついてきて。すごく久しぶりに会えた気分だわ。しかし大勢引き連れてきたもんだな、キリト。一気に仲間が増えたな。賑やかになってよかったじゃねえか。やはりお前もこの世界に来ていたのですね、キリト。無事で何よりです。まあお前なら滅多なことはないと思っていましたが。そしてユージよ、お前も久方ぶりですね。アリス、そうか、君も巻き込まれていたんだ。いや、キリトやアドミニストレーターもいるんだから不思議なことじゃないのか。何はともあれ、こうしてみんなと合流できてよかったよ。もっとも何か言いたいことでもあるのかしら、おちびさん。ないわけがなかろう。今回のこの異常事態、すべてお主の画策だとしてもわしは驚かぬ。あらあら、傷ついちゃうわね。私純粋に巻き込まれただけだというのに。素直に休校を温めるわけにもいかない。複雑な関係のやつもいるようだけどな。確かに。ヒースクリフ。しかしその点は君も同じではないかね、キリト君。因縁ある相手が集っているようだが。こんにちは、キリト。よユナ。君も来てたんだね。会えて嬉しいな。ああねえ、キリト君、ちょっと近くないかしら。あらら、まあそれぞれの人間関係ってやつがあるんだろうけど、でも今は棚上げだ。優先するべきことは他にあるだろ、カーディナル。その通りじゃな。キリトとあと幾人か、こちらへ来い。他の者が再会を喜んでいる間にお互いの持つ情報を交換しておくとしよう。
うん、外見聞いた感じその風花さんで間違いないと思う。じゃあ風花さんがここに現れてシステムをロックして、しかも自分がスタッフを PK したと宣言して逃げたと。マジか。ちょっと待って。だとするとつまり風花さんは私たちと出会う以前にここのスタッフさんたちを手にかけシステム異常を引き起こしていたってことになるよね。入室記録のログなどから判断してもその可能性が高い。確定的な証拠はないからあくまで今のところはだけどね。そんな風花でもおかしくない？風花さんテストルームに連れて行ってほしいってお兄ちゃんたちに依頼したんでしょ？なんでわざわざ人を連れて戻ってこようとするの？いや違うぞ。確か正確にはで、ところでキリトとクイナラにお願いがあるんだけど、もしよかったら私たちのボディーガードをしてくれないかな？そうですね。確かに道中一緒にいてもらえると心強いです。道中ってことはどこか目指す場所でもあるのか？テストルームに帰ることができれば一番いいと思ってるんですけど。ですよね、風花。そう、あの時テストルームに戻りたいって言ったのは風花じゃなくてネージュだ。風花としては戻りたくなかったけど、ネージュの手前拒否するのも不自然だと思ったのか。だとすると探索の時も俺たちがテストルームから遠ざかるよう誘導していた。そういえばよく偵察に行って進行ルートを確認していたけど、それにテストルームの惨劇を引き起こしたのが風花だとしたら、もしかしてリーファたちに PK を疑われてたのも単なる濡れ衣じゃなく何か関与？何冷静に分析してるのよお兄ちゃん。冷静なわけじゃないさ。ただ彼女には何かあると推測はしていた。まあそうだな。風花に関してはちょっと引っかかることがあったから。もちろん彼女が犯人だと決めつけるつもりはないけど、自白した上に姿を消してるんじゃな。まず話を聞いてみたいところなんだけどね。さてネージ君だったか。このテストルームで開発のサポートを担当していたのだったね。そうです。君は彼女風花の行動やその意図は把握していなかったということで間違いないかな？はい、もちろん。ならばそれを前提として話を進めよう。君ならこのテストルームのロックを解除できるかね？ごめんなさい、無理だと思います。私は今ガラクシアに関連するあらゆる権限を失っていますから。なるほど。では次に事の経緯を聞かせてもらいたい。この騒動の最初から順を追って君の知っていることを話してくれるかな？わかりました。と言っても話せることは多くないんです。気がついた時にはもう風花とよくわからないマップに転移させられていて、途方に暮れて二人でうろうろしていたら風花が他のプレイヤーさんに絡まれて、そこをキリトさんたちに助けてもらって。そこまで。え？さて今の話どこがおかしいか君は自覚できたかな？おかしいって？ネージュ、ヒースクリフはこの騒動の最初から順を追ってと言ったよな。で今風花にかかっている疑いはスタッフを手にかけた後ガラクシアのシステムをいじってわざと異常を発生させたんじゃないかってものだ。はい。以前聞いた風花の話によるとシステム異常の後に強制転移が起きたんだったよな。そうですけどそれが？だとしたら
話の視点がおかしいと思わないか。つまりどうして君は強制転移をこの騒動の最初と認識しているんだろう。その前テストルームでことが起きたとされている時間帯に風花や君が何をしていたのかという話がすっぽり抜け落ちてる。これって不自然じゃないかな。いえ覚えてます。覚えているはずです。あのことはテストプレイヤーの仕事を始めた時友達になってスタッフさんたちにそんなひどいことするはずなくて、でもあの子が強制転移の前に何をしていたかという記憶は、私ネージュちゃん、まず心を落ち着けて。焦る必要はないわ。テストルームで何が起こったのかという部分だけ記憶が抜けているのね。そしてそのことに今この瞬間まで気づいていなかった。はい。ふむ、アスナ君たちが陥った偶発的な認識の混乱、認識汚染とはまた別物のようだ。ネージュ君の記憶は範囲を選択限定した上で消されている。権限を持つ者による操作と考えるのが妥当かな。つまりどういうことなんですか。記憶と認識を操られておったということじゃよ。おそらくはその風化というものによってな。レンとユージオには助けられたよな。二人がいなかったら危なかったよ。お互い様だよ。アルゴさんとリズベットさんのおかげでみんなに合流できたんだし。お礼と言っちゃなんだが、今度レンの欲しい情報を値引きしてあげよう。お、いいの？それじゃあどんな情報が欲しいか考えておこうっと。